本日は大変残念な悲しいご報告を申し上げます。新型コロナウイルス感染症で陽性が確認されて、県内の医療機関に入院されていらっしゃった80歳代の方が、昨日夜お亡くなりになりました。心よりお悼み申し上げますとともに、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。なお、ご遺族の強いご意向によりまして、80歳代ということと、呉市内で確認された陽性者でいらっしゃるということ以外の公表については差し控えさせていただきたいと存じます。呉市といたしましては、改めて今後とも新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために全力で対応をしてまいります。また、市民の皆様方には引き続き徹底して感染症の拡大防止に取り組んでいただきたいと存じます。具体的には、3つの密の回避、体調管理、マスク着用、手洗い、咳エチケットなどを守るとともに、接触確認アプリ、ココアを利用するなど、新しい生活様式を実施していただきますようお願いを申し上げます。副証券部長よりお配りした資料の説明を申し上げます。はい、副証券部長の原垣です。よろしくお願いいたします。お配りいたしました新型コロナウイルス感染症患者について、各8という資料でございますが、こちらにつきましては、12日以降ということになりますけれども、の入院の方が13名、減っております。また宿泊療養等につきましては1名、減っておりまして、退院対象が13名増の81名で、先ほどご報告させていただきましたが、死亡された方が1名ということでございます。以上でございます。それではご質問をお受けします。ご希望の方は挙手の上、社名をお願いいたします。中国新聞様。中国新聞の東谷です。今回亡くなった方なんですが、これはクラスターが起きた老健施設の入所者かということも公表はできるんですか？はい、大変申し訳ないと言いますか、ご理解をいただきたいんですが、ご遺族の強い、申し訳ありません、ご理解をいただきたいと存じますけれども、ご遺族の強いご意向でございますので、先ほど申し上げましたように、80歳代ということと、呉市内で、確認された陽性者でいらっしゃるということ以外は、公表を避けてもらいたいと、こういうご意向でございますので、ご理解をいただきたいと思います。遺族のご意向というところなんですが、なぜ遺族は非公表を望んでいるんでしょう聞いてます。はい。こちらにつきましては、ご遺族のですね、感情等を考慮いたしまして、我々の方で聞き取らせていただきまして、公表しないでくれということでございましたので、控えさせていただいているというところでございます。今回入院していて、お亡くなりになられたということなんですが、亡くなるまでの経緯とかですね、病状の変化というものを教えてもらえますでしょうか？もしお話しできることがあればお願いします。この方にですね、亡くなられた方に限ったことではないんですけれども、我々、今の入院されている方の病状を聞き取っておりまして、その中でですね、重篤、重症の方はですね、昨日の昼の時点ですけれども、それまではいらっしゃらなかったということでございます。どうですか、当初、あんまりこう重症な人はいなくてですね、軽症とか、いて中等症だったと思うんですけども、今回亡くなるという事態まで発展したのは、高齢者だから急速に病状が悪化して亡くなったということなんでしょうか？新型コロナウイルス、まだまだわからないところが多ございますけれども、先ほどございましたように、ご高齢の方でいらっしゃいますので、こういったですね、急変といいますか、そういったこともですね、あるということをですね、改めて、認識したところでございます。以上です。当初の容態は軽症だったとか、中等症だったとか、で、入院して回復傾向だったが、急速に容態が悪化したとか、ということは言えるんでしょう。すみません、そういったところはですね、
軽症ということではですね、お聞きしておったんですけれども、そこから先ということはですね、お伺いしてないところでございます。わかりました。その他ございますか。NHK 様。NHK の畑です。すみません、さっき言われたその昨日の昼の時点で重篤や重症の方はいらっしゃらなかったということなんですけど、中等症の方はこの方がその昨日の昼の時点でその軽症だったのか中等症だったのかというのは分かってますか。中等 もしくはですね、重症ということはですね、お伺いしておりません。中等症ということも聞いておられないということでいいですか。はい、そういうふうにはお伺いしておりません。ただそのいちいちというか、こまめにこういう容体の人が何人いるっていう連絡が入るわけではないんですか。1日にですね、1回程度でございますけれども、入院されている方のですね、状況等についてはですね、お聞き取りはしておりますけれども、その時点では確認していなかった、確認、そういったことではなかったということで。それはイコール軽症と言えるんでしょうか。そういう、実際に我々の方でですね、症状についてですね、診断するわけではございませんので、そういったことで言いますとですね、先ほど申しましたように、中等症または重症ではなかったということがですね、お聞き取りした内容でございます。他にご質問はございますか。朝日新聞様。朝日新聞です。ペーパーに書いてないんでちょっと改めて確認なんですけど、80歳代で呉市内の、ごめんなさい、で確認された陽性者でというところですよね。そうです。入院していて亡くなったと。はい、医療機関に入院された方が亡くなられたと、そういうことでございます。入ったときは軽症で入ってますけど、入院時のですね、状況についてはですね、こちらでは、すみません、入ったときは、入院したときは軽症という形で入った。そうですね、そういったことです。あと、利用者というか、なんかいや、すいません、個別のことはですね、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。あと、市内で初めての死亡ですよね。はい。県内では、今朝私広島県の、ホームページを見たら3人と書いてありましたけど、ちょっとそれはホームページで見ただけですので、正確にはそちらでご確認いただきたいと思います。改めてもう一度、その死者まで出ちゃってしまったということについて一言指導されて。いや、それは一番最初に申し上げましたように、大変悲しい残念なことであるというふうに思いますし、亡くなった方は心からお痛み申し上げますとともに、ご遺族の方には心からお悔やみを申し上げます。そして私ども呉市役所としては、再度気を引き締めて、感染拡大防止にできることを全力でやっていきたいというふうに思いますし、市民の皆さんにも改めて3密の回避など、新しい生活様式に合わせて、徹底した感染予防対策を取っていただきますように、体調が悪いときに無理をしないというのも含めてでございますが、徹底した対応を取っていただきますように改めてお願いを申し上げたいと存じます。ありがとうございました。その他ご質問ございますか。中国新聞様。今現在、呉市内では老健施設でクラスターが起きていまして、はい、高齢者は特に重症化リスクが指摘されています。で、まさに今回高齢者が亡くなったという事案で、今感染している高齢者の方も多いと思うんですが、今この状況をどんなふうに捉えて、はい、どんな対応をしていこうというふうに思われていますか。まず感染して入院された方々に対しました、医療機関といいますか病院でご対応いただいてますので、
最も適切なご対応を医療機関でしていただいているものというふうに思っております。それからその施設につきましては前から申し上げているとおりですけれども、私ども市としてもですね、ちゃんとした指導をする必要があると、徹底した指導をそれから支援をする必要があると考えておりますので、国や県の国のクラスター班それから県の支援の皆さんと一緒にその時その時の状況に合わせて最も適切なその感染管理それから職員の配置をしていきたい、するように指導したいというふうに考えております。今回まさにこの高齢者の重症化リスクが当てはまったというような認識もあるんでしょうか。ちょっとその専門的なことは私は具体的に申し上げられないんですけれども、いずれにしても専門家の意見も聞いてできる感染管理それから人の配置、今申し上げましたようにできる限り の, 指導と支援を国と県の指導もいただきながら行っていきたいというふうに考えております。わかりました。 RCC 様。 RCC です。亡くなられた方のですね、死因っていうのは、コロナに感染されて亡くなられた理由っていうのは、それは部長からまず答えてもらいます。そちらの死因についてはですね、非公表の中のですね、一部でございます。どなたございますか。 NHK 様。今現在入院されている25人ということでいいと思うんですけど、25人の方の中で重症の方とか中等症の方いらっしゃるんでしょうか。先ほど説明させていただいたようにですね、今のところその重症重篤の方についてはですね、いらっしゃらないということで、昨日まで確認はしたところでございます。今日新たにまた確認されているということはないんですよね。その1日1回の確認で今日はですね、まだ確認はしてないというところです。はい。よろしいですか。読売新聞様。読売新聞の上田です。25人の入院されている方の中で、その病院施設の入居者って何人ぐらい。すいません、今ちょっと確認してますので、ちょっとお待ちください。副所長の水野でございます。現在介護老人保健施設で入院されておられる方は、18人でございます。18です、はい、18です。はい、全部入所者の方ですか。職員さんも含めてという形になります。はい、他にご質問ございますか。よろしいですか。中国新聞さん。今回、死者が出たという事態になったんですけども、一方で感染確認はこの4日間連続でゼロなんですが、そうですね、これについてどう評価されますか。市中の感染につきましては、先日も皆さんに申し上げましたように、保健師の方を中心に
非常に感染者の方の心に寄り添って丁寧に感染の状況、感染の可能性の状況についてお聞き取りすることができたので、まあ、私の感じから言うとほぼ抑えきれてるの、抑えっていうのはその感染の可能性のある方、検査を しなきゃいけない方についてはほぼ網羅できたのではないかというふうに思っております。611人の方が全く PCR 検査で陰性であったということもある意味で驚異的なことだと思いますので、そういう意味ではかなり、対策が進んでいるということではないかと思っております。まあ、ただこの施設につきましてはまた施設としてやるべきことをきちんとやるということだというふうに考えております。追加で言ってんだけど、先ほど部長さん高齢者ので急変もあるんだなということを改めて認識したって言われたんですけど、まあ、いつっていうのは別として、その体調が急変して亡くなられたっていう認識でよろしいですか。この子お亡くなりになられた方についてはですね、すみません、そちらもですね、確認はして、ございません。なんか急変等についてですね、どういった経緯をたどったかということはですね、お聞きしておりませんで、お亡くなりになったという事実はですね、確認したところです。いや、部長さんが急変、そういうことが急変もあるんだなということを改めて認識したところだって言われたから、そういうことになる。はい、死亡されたということが急変ということでございます。ああ、なるほど、分かりました。その場合よし、中国新さん。今現在入院されている入所者、職員の方が合計18人というところなんですが、やっぱり今回のように急変して亡くなるというリスクもあると思うんですが、そのあたり市長の危機感を教えていただければ。いや、もう入院されてますので、お医者さんといいますか、その医療機関で最善を尽くしていただきたいということでございます。そういうふうにもうぜひまたお願い持ちたいし、そういうふうに信じております。